皆さんこんにちは、ニックの部屋サッカーチャンネル。今日は水戸戦で2発、ザスパに現れた救世主北川修斗とは何者なのか、北川選手の経歴などを詳しく紹介いたします。はい、じゃあ経歴見ていきましょう。名古屋グランパス U18、筑波大学、モンテリオ山形、そして、3ヶ月間だけギラバンツ北九州、そして再び2020シーズンモンテリオ山形に帰ってきてプレーという経歴になっております。さあ続いて見ていきましょう。年齢26歳、身長185センチ、体重74キロとなっております。では続いてプレースタイル見ていきましょう。ゴールに向かう推進力があり、左右両足ヘディング、どのような形からでもゴールを狙うことができる選手。筑波大学時代は背番号10番を背負いキャプテンを務めていた。 U16 から U19 までの年代別の代表選手にも選出されていた。ちなみに筑波大学の同期には中野誠也選手、現在大宮アルディージャでプレーしている選手がいます。はい、ということで北川選手の経歴をもう少し詳しく見ていきたいと思います。はい、じゃあまず2018年、モンテリオ山形、当時 J2 の、この山形に入団します。この時は17試合1ゴールという活躍になっています。はい、そして2019年、山形での2年目のシーズンは2試合0ゴールとなってしまい、出場機会を求め当時 J3 のギラバンツ北九州にレンタル移籍が決まります。ここでは11試合7ゴールと活躍を見せ、翌年2020シーズン再びモンテリオ山形に復帰します。ここでは21試合2ゴールと、ここでもちょっと苦しい結果に終わってしまい、今シーズン2021シーズンからザスパ草津群馬への完全移籍が決まりました。そんな北川選手なんですが、群馬加入後もなかなか出場機会を得られない厳しい、序盤のシーズンだったんですが、練習試合でですね、かなり結果を残していたんですね。例えば川崎フロンターレとの練習試合では1点、 FC 東京との練習試合でも1得点、また湘南ベルマーレとの試合でも1得点と、なんと J1 クラブとの試合で3試合連続ゴールを練習試合で決めていたんですね。このような活躍もあり、最初はベンチ外になってしまうことが多かった北川選手だったんですが、徐々にベンチ入りをつかむようになり、そして先日の水戸戦でついに今季初スタメンをつかむと、なんと2ゴールの大活躍でチームを勝利に導きました。そんな北川選手なんですが、 J2 ではまだここまで結果が残せていなかったので、キャリアとしてもここで J2 で2桁得点をぜひ出してもらって、ザスパの新エースとして名乗りを上げてほしいですね。はい、じゃあ今日の動画はここでおしまいです。他にもザスパに関わるいろんな情報をアップしているので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねボタン、 Twitter のフォローなども合わせてよろしくお願いします。